皆さんこんにちは。今回はこの紅白福袋どっち引いた方がいいのっていう質問コメントがあったので、ちょっとそれに答えていこうかと思います。まあその前にね、こういうね、福袋って何なのっていう人がいるかもしれないんで、まあちょっと言っておくと、まあ、ここにね、星4スキルレコード確率 20% って書いてあって、で星4スキルレコード2枚確定ってあるんですけど、で11回オーダー5000ジェムですね。5000ジェムで11回引いて、そのうちの2枠確定で、残りの9回オーダーが全部星4確率 20% なんですけど、まあ、このね 20% っていうのが結構高くて、あの11回全部星4まみれとかそういうことも起こりうるわけですね。まあ、11回全部星4っていうのはなかなかないんですけど、まあ、ちょっと星4が出ないときは、まあ、2個とか3個とか、まあ、3個はまだ出てる方なのかな、分からんけど、本当に出ないとね、1個も出ないっていうことも本当にね、稀にあるんですけど、基本的には、まあ、星4が 20% で出るんで、結構その最低でもね、この確定枠2枚と合わせて、まあ、3枚4枚とかは出るようにはなっているオーダーですね。まあ、この福袋オーダーっていうのは、あの所持スキルが少ない人が、あの星4のスキルを増やすために引くものだと思った方がいいですね。だから、まあ、10課金税とかめちゃくちゃスキル揃ってる人はあんまりね、おすすめしないです。なぜかというと、あの持っている星4が被ってしまう可能性が高いからですね。まあ、アルカナジェムだけなくなっていくっていう風になってしまいかねないので、でまあこのね、紅白福袋どっち引くかっていうのをね、説明していく前に、まずこっちのね、紅の福袋を見てほしいんですけど、これね、なんかね、あの女の子ばっか入ってるあのバナー画像なんですね。これ女のキャラばっかり入ってるんですよ。でまあね、こっちはね、白の福袋ね、あの男しかいないんですよね、このバナー画像ね。でこちらの画像ね、左の方ね、ちょっとよーく見てもらいたいんですけど、ちょっと拡大してみますね。こちら、あの女の人しか入ってないオーダーらしいんですけど、この人は果たして女の子なのでしょうか。俺にはちょっとよくわからないんですけど、甲の方のオーダーに入っておられるので、まあ、おそらく女性の方だと思われますね、こちら。実はね、皆さんね、ユージオって女性だったのかもしれないですね。俺にはちょっとわかんないんですけど。でこの甲のね、福袋オーダー、ちょっと下行って、このね、内容説明もう一回よーく見てみますと、これね、ヒロインたちって書いてあるんですね。で、ヒロインたちって書いてあるんですけど、それに対してこのね、白の福袋オーダーはね、しっかりね、男性キャラクターと書いております。男と女しっかりね、こちらは表記しているのに対し、こちらの甲の福袋オーダーは、このヒロインたちという言葉を使うことによって、まあ、ぼかしている感じだと思われますね。まあ、このね、紅白の福袋オーダーね、見た感じ、まあ、この甲の方がなんかいいスキルばっか入ってそうなイメージ、どれが強いスキルかって結構分かってる人が見ると、なんかこっち強いの入ってそうなバナー画像だなみたいな、こっちなんかゴミばっか入ってそうなあのバナー画像だなみたいにね、思えてしまうんですけど、まあバナー画像に騙されずに、まあ、しっかり見ていくことが大事なのかなと思いますね。でまあこの動画撮る前にですね、こういう記事をね、書いてたんですよ。この福袋オーダーの収録スキル1枚1枚ね、当たりかどうか勝手に評価してみたみたいな、まあ、こういうね、丸×三角とか、あの二重丸とか、そういうのでね、適当にね、評価して、まああくまで俺の主観なんで、本当にざっくりね、あの当たりかどうかみたいな見てたんですけど、まあこのね、紅白の方は、まあ、丸っていうのはね、そのデバフだけのやつとかも丸にしちゃってるんですけど、まあ別にハズレではないかなっていうのは丸にしてあるんで、まあ本当にね、このね、丸×三角で評価したやつね、本当にすんごい微妙なところがあって、もう限りなく三角に近い丸とか、限りなく二重丸に近い丸とか、まあ、そういうね、曖昧なところがすごいあったんですけど、超評価しにくい微妙みたいな。まあ、そういうのあったんですけど、まあやらないよりいいかと思って、始めたての人はね、あのそういうざっくりなのでも多分喜ぶと思うんで、もう本当に最初何していいかわかんないから、まああのぼんやりでもやっぱ
評価してくれると何すればいいかのね指標になると思うので、あのフェルミ推定っていうのかな、なんて言うんだろう、なんかそういう方向性の話なんですけど、まあ、ざっくりでもいいから、あの何もしないよりは見当をつけてから、見当つけるっていうのかな、立てるっていうのかな、なんていうの、見当してから、まあ、何か選んだ方がいいっていう、何もしないよりはいいっていう話ですね。でまあこれね、ほんと丸×三角とかすげえ曖昧なんで、10段階評価12345678910とかこれ全部あの数字で評価して、評価いくつ以上が出る確率とかそういうのしてもいいんですけど、ちょっとあまりにも時間がかかると思ったんで、まあ、丸×三角っていうので、まあ、評価しましたね、適当に。まあ、いずれね、スキルレコードを1枚1枚みんなとそういう10段階評価とか何段階か評価でみんなと見ていく、まあ、生配信みたいなのね、いずれできたらいいなって思いますね。全スキルレコード仕分けしてみたみたいな、評価してみたみたいなね。例えばなんかこういうスキル見て、これってどういう場面で使うのとかね、あの俺が考えたり、まあ、みんなも一緒に考えてみたりして、まあ、これってどういう場面で使うのか、強いのか、強さっていうか当たり度的に10段階でどれくらいなのかみたいなのをね、みんなのねコメント欄とかね見ながらね、あのこういうのね一個一個ね見ていけたらなって思うんですけど、まあ、いずれですね、いずれなんですけど、でまあちょっとね本当にねこういうね、始めたての人にはね明らかに外れだろうみたいなね思うようなものとかあるんですけど、アビリティのねこのねアナライズっていうのがあるんですよ、この自動分析4っていうやつで、アビリティでありながらスイッチで発動すると、まあ、低い確率でとは書いてあるんですが、まあ、たまにねそのクリティカルダメージ上昇するデバフアナライズっていうのがつく効果があるんですよ。これねアビリティでアナライズなんでアビライズって呼ばれるものなんですけど、これがギルランとかで活躍するんで、まあ、これがね二重丸と言っても過言ではないほどすごくいいスキルなんですよ、アビライズ。まあ、たまたまでも発動するとねやっぱりタイムとか変わってくるんで、まあ、ただね本当にね、まあ、そういう評価もしているんで、わからない人にはわからないかもしれないんですけど、まあ、本当にね俺の主観というか、まあ、勝手につけさせてもらったんで、まあ、このね書いた記事ね、この丸×三角とかってあるんですけど、まあ、iOS ならこの右上のね共有ボタンからあのページを検索っていうところに進んで、まあ、これでねあの丸とか二重丸とかそういうのね打ち込むと、まあ、こういうねあのページ内検索でここにまあ何個とか出てくるんですけど、まあ、Android でもねできますけど、まあ、これやるとあのこの上のね注意事項とか最初のねあの初めの説明みたいなところにもねこれ、ま、丸とか三角×入ってるんで、まあ、それもカウントされてしまうんですけど、まあ、最初の導入部分は20404と三角1と ×1 です、まあ、これの分をね引いて数えてもらってっていう感じなんですけど、まあ、これでね数えたらどうなったかっていうのをねちょっとね見ていくんですけど、まずねこの項の方ですね、女の人が入っている、まあ、女と言えるのかよくわからない人も入っているこのオーダーね、確定枠の提供割が 0.145 と 0.150 になってて、で白の方の確定枠は 0.750 と 0.800 ってなってるんですけど、まあ、こっちのねちょっとね高い方のパーセントの方は少しだけ入ってるみたいな感じだった気がするんですけど、まあ、基本的にねこっちのね 0.145% とか 0.750% ばっかりね入ってたと思うんですけど、まあ、実際にちょっと見てみますか。これ確定枠ねすごい下の方まで行くと、ここら辺行くとやはりねこれ確定枠 0.145% ってなってて、ずっと下の方に行くとここら辺ですね、下の方 0.150% ってなってますが、まあ、これねほんのちょっとね高くなってるところ、ここら辺は作詞アルゴとか闘魂ブローとかもね入ってたりするんで、まあ、剣傷とかもあったりね、まあ、地味にほんのわずかですけどちょっと 0.005% ぐらい違うくらいなんで、まあ、そんな気にするほどのことではないんですが、まあ、ほんのわずかに違うものがあると。で項の方の確定枠の個数ですね、種類数、これがまあ 0.145% ってページ内検索さっきのやり方でやると670個と表示され、 0.150 って検索すると19個って出たんで、まあ、確定枠の合計が689個、それに対して白は132個でした。
まあ、この確定枠の種類数でも随分違いますよね。あの黄の方は700個近いんですけど、白の方は132と、まあ、132でも狙いやすいかっていうとちょっと微妙なんですけど、まあ、欲しいスキルがあれば、まあ、どっちかっていうと白の方がいいのかもしれないですね。まあ、ただ白の方には覚醒のパワーライズ4が入ってなくて、黄の方にパワーライズ4が入ってて、で黄の方にはダミズのエギルのオノモットが入ってた、打属性水属性のやつね入ってたんで、まあそこら辺はもう好みとしか言いようがないんですけど、まあ、早速ねこのね二重丸とかこの丸と二重丸どっちも出る確率とかそういうのをねちょっとね出る確率というかその一個一個ねその星音が出た時にいいスキルが出るかどうかのねその質の問題なんですけど、あの質についてね、まあ、確率はっていうよりは、まあ、割合はって言った方がいいんですけど、まあこれ書いてる時は確率はって書いちゃったんですけど、まずはですねこのね確定枠のうち425個がこの丸と二重丸の合計なんで、この丸と二重丸どっちも合わせたもののどれかですね出る確率なんですけど、出る確率というか割合、この確定枠689個のうち424個ぐらいなんかまあ出てもマシなスキルか本当にいいスキルかっていう感じなんですけど、まあ外れではないスキルがまあ約 60% くらいになったんですよね、計算すると。まあこれね本当にスキル多すぎて、まあ、やってるうちにねこれ丸でいいのかなみたいな、まあ評価が少し変わったかもしれないけど、できる限りね、まあ、見直したんで、始めたての人にはこれ目安となると思うんで、で次ね二重丸の確率、本当にね当たりだって思ったやつなんですけど、これはね約 27% となりましてね、まあ大体 30% くらいかな。まあ、星音が10回出たとしたらそのうち3回はなんかいいスキル、本当にいいスキルっぽいなみたいな、で10回当たったらそのうちのね6回はまあいいのかなみたいな、つまり、まあ、10分の6ってことは5分の3だから、まあ、5回に3回くらい、一応ね5分の3ってことはまあ2分の1以上なんで、まあ、半分以上はまあなんかマシなスキルが出るのかなみたいな感じですね。で次ね白の当たりを見たんですけど、あの俺的な評価ですね、あの20丸40で、まあ、丸も40でした。でまあどっちも合わせると80なんで、まあ、丸と20丸丸以上の割合が、まあ、80÷132 で、まあ、大体 60.6% くらいでしたね。まあ、このね丸以上の割合ね、こっちもねその項の方もね約 60% なんで、まあ、ここら辺は一緒だし、まあ、20丸の割合も調べても約 30% だったんで、まあ、いいスキルの割合的にはそんなに変わらないのかなと。でまあ星4の提供割合ね、その星4あの出る確率 20% とかそんな変わってないんで、まあでもそうだね、最初言ったけどこのあんまりねこの提供割合違うものもねわずかにあるんですけど、まあそんなにねあの決定的な差でもないので大して変わらないと。まあだから結論としては本当にねいいスキル率紅白でそんなに変わらないんで、まあどっち引いてもいいのかなって思うけど、まあ内容的には最初言ったように、まあ、白の確定枠に、まあ、直剣モッド多かったり、ダミズのオノモッドが2枚もあったり、あとは不沈の障壁ヒースクリフとか、まあいろいろ含めて覚醒のパワーライズさんが4枚くらいあったりとか、まあ、八方崩し2枚あったりとか、まあいろいろあったんですけど、まあ比較的ねこのねその種類数があの白の確定枠少ないんで、まあ少し狙いやすいかなっていう感じはしましたね。まあ狙うものじゃないんですけどね福袋は。でも本当に何回も言うようだけど、これ俺がまあ当たりかどうか本当ざっくり判定したもので、もう本当にね俺の主観でしかないんで、まあ、正確ではないかもしれないっていう、そういうことをね言っておきます。まあ本当にあくまで始めたての人がね引く場合の目安みたいな、まあ、ざっくりね、まあ、やっぱりそのダーミズのオノモットエギルがね狙えるオーダーがあまりにも来ないんで、まあ、こういう機会にね引くのもまあ一つの選択肢ではあると思いますけど、まあ、まず間違いなく、まず間違いなくっていうか、かなりの確率であのピンポイントで当たらないと思うんで、132枚のうち2枚しかないんでダミズのオノモットが、
まあなんか奇跡的に出てくれたらいいなみたいな、まあ絶対に狙って引こうみたいに考えない方がいいですね。で、まあやっぱりね、パワーライズ4も重要だけど、有効属性スキル、弱点をピンポイントでつけるスキルを、まあ、ゲットして周回できるようになるかどうかっていうのもやっぱすごく大事で、まあ、いくらパワーライズ4あっても本当にね、属性耐性あったり、ボス自体にね、火ダメ耐性っていうのもあったりするんで、カオス175とか。まあそういう点でも、まあ、有効属性スキル先にゲットしてね、先に周回しちゃった方が、まあ防御力的にはね、まあ上がるし、まあ、ギルランでもね、やっぱ防御力高い方がいいしっていうのもあって、まあ、タンクやるにしても、何やるにしても、直剣モッドの威力上がるし、カオス防具強いのに作ればね。まあ、あとはね、そのダーミズのモッドスキルなら、片手コンモッドもね、同時期のオーダーで出てるんで、この前回の動画で紹介したこのゲーシュンオーダーってやつですね。これのリズベットが、まあ、ダーミズの片手コンなので、まあ、カオスアスラ、まあ、割れるのかな、多分ね。ちゃんとステータス強化していけばできるのかな、わかんないですけど、まあ、極論ですけど、本当にガチな人、水属性以外のオノモッドで倒してる人を見たことあったんで、土属性だっけ、何属性だったか忘れたけど、8分ぐらいだっけな。まあ、あとはね、これ強い人でね、カオスアスラね、これ一刀両断アスナっていうソードスキルで回った動画をね、見せてくれた人がいたんですけど、一刀両断アスナっていうのはこれですね、ガイザーリボルバーですね。あ、ガイザーってこれガイザーハックと同じガイザーか。これ水属性だとガイザーってつくのかな。これ普通のソードスキルじゃないですか。これ直打ちでカオスアスラ倒してる方がいて、で、まあこれね、持ち受けって書いてあるんですけど、まあ俺ね、当時ね、まあ、この動画見せてくれた時はね、189ってレベルこんな高くなかったんですけど、まあ、これね、同じような、アバターにしてるんですけど、まあ、これ俺じゃないんですよね。こんな俺強くないんで 直打ちでこんなさ、めっちゃダメージ出ないから、ほら、だって58万、まあ、ソードスキルで50万、歌舞伎姫リーファとかさ、打ってこれだって一撃30万、30万、60万ってさ、そんな出ないよ まあこれね、どん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 進んでいくと、今5分、6分、7分あたり、あと8分ぐらい、これ8分ぐらいで終わりなんですけど、これがね、すごいね、もう、開始7分30秒でこんなに HP 削れるんだなと。これ2022年の9月に撮ったやつなのか、撮ったやつっていうか、見せてもらったやつか。いずれね、動画で使おうと思ってたんですけど、すごいね、これ。これね、短剣で黒猫ウィッチユナっていうのを使うとね、回避率が上がるし、しかも歌舞伎姫リーファっていうダーミズの、バーストの発動状況を満たせたりして、まあ、これがね、強いんですよね。小刻印入るんで、まあ、これ結構削れるんだなと思いましたね。でもうそろそろ倒せちゃいますね。もう最後までちょっと見てみますか。これで、まあ、最後これ刻印入れてから打つ感じですね。これ最後タイム8分20秒でしたね。ちゃんとこれ生存ボーナスも入ってて、すごいですね。普通のソードスキルなんですけど。まあ、一応、このカオス討滅戦の175の推奨トータルパワーが25万なんで、まあ、25万いってて、まあ、25万いっててというか、まあ、本当にね、ステータス上げていくと、まあ、ソードスキルの直打ちで倒せるのかもしれないですね。何をどう上げたら倒せるのか。まあ、上げられるものを全部上げていこうって話なのかな。やっぱね、でもスキル編成すごく大事ですね。よく言うんですけど、攻撃力とかダメージ上昇とか、覚醒率とか、スキル威力とか、いろんなものをなんか釣り合い保つと強いみたいな話をよくするんですけど、それを考えた上でね、やれば、あんなに高いダメージが出るんですかね。で、まあなんかその白の福袋の方になんかいいスキルどういうの入ってるのかなみたいなのを書いてこうと思ったんですけど、これやったらさ、コウの方もさ、見ていかないともう大変じゃん。俺もう他の動画とかもやりたくて、もうちょっとあまりにも作業量が多いと思ったんで、これくらいにしといたんですけど、あ、これ歴戦とかあれだね、歴戦のキリトとかも入ってんのかな。歴戦の剣技っていうさ、めちゃくちゃ攻撃力上がる、めちゃくちゃっていうほどかな、まあ、結構攻撃力上がるスキルがあるんですけど、これか、歴戦の剣技キリト。
これがねレベルに応じて攻撃力が上がるやつで、まあ、こういうのとこもあるんだけど、まあ、最初の方言った通りね、覚醒のパワーライズ4がね結構使いやすいのが4枚入ってたり、まあ、突800このね力強い運搬クラインっていうやつですね、この5兵再利のやつですね、これがね突属性で攻撃時に攻撃力が800上昇で、凍傷状態的に攻撃力が 18% 上昇、しかも戦線維持でタンクにも使えそうな感じのスキルで、これ当たったらまあ嬉しいですね。まあ、そういうのも入ってて、でまあオノモットね、クグツシのクライン、まあ惰性のオノモットだけどモーションがクソ遅いんで、まあ、うん、まあ91層フラボスで使えなくもないけどまあ遅いみたいなやつで、まあ当たったらまあ嬉しいっちゃ嬉しいなっていう感じはするけど、あとはね斧のモッド操作駅員友情とか見据えた一撃エゲルとかも入ってて、で直剣モッド結構ね 1,2,3,4,5,6,7 枚くらい入ってるのかな、7種類入ってて、で八方崩しもあって、まあ、ブレイクに有効そうなね、まあ、氷の勇者友情とかなんか打属性でブレイクゲージ増加量が多いやつとか、まあ、この槍のね駅員キリトもね、まあ、槍、まあ、例えばそのセーローランサーリーファとか使って、まあ、85層フロアボス の攻撃力上昇のスタックバフがね、あのプレイヤーがね攻撃受けるたびにねそういうねスタックバフがねボスについていくんですけど、まあ、それを打ち消すセーローランサーリーファっていうのを使う場合ね、やっぱ槍裏セット槍にしてやったりするんで、まあでも片手コンにねトラブルラビットシリカっていうこういうね片手コンのねスキルがあったら、これスイッチで使用するだけでね攻撃力上昇解除してくれるんで、片手コン持ちながらしかも刻印打ってくれるんで、まあ、こういうのあったらね裏セット槍じゃなくてもいいんですけど、まあ、槍でブレイクできるっていうのは結構嬉しいかなっていう感じはしますね。あ、このね SOIF スキルレコードまとめっていうサイトのね運営者霧雨さんっていう方なんですけど、このサイトね本当にね便利なんで皆さんぜひ使ってみてください。これね俺のサイトじゃないからね、みんなね結構勘違いしてる人結構いるんですけど、まあ、焼きそばエギルとか硬い防衛線とか硬い枝っていうさあのアイテムがさあるから、ちょっとウィキで書いてるからちょっとあの海藻フィールドのモブのさあの何ね海藻武具素材に硬い枝っていうのがあるから、まあ、それでちょっとねあの辞書登録で出ちゃったか、まあ、硬い防衛線とかね、そのあのハヤブサ斬りにも使えそうだし、なんか打属性の弱点ダメが上がるようなバフですね。これ打撃強化3バフもつくんで、でまあこれねスイッチで使わないんだったらその例えばカオスアスラとかにも使えますし、これねそのねデメリットでデバフがつくんですよ。スイッチで打つとね自分が受けるダメージを3倍にするっていうのがあるんですけど、まあ、スイッチ枠に入れないで使うっていう方法もね全然あのできるんで、でしかもね惰性のねスキルなんで、まあ、惰性でほんのちょっとダメージ出しながらねあの打属性のねバフをね打つこともできて、まあ、91層フロアボスでもまあ使えなくはないかっていう感じで、まあジャッジメント系のね攻撃モーションでほんのちょっと遅いんですけど、全然あのそれをが気にならないくらいのね効果があるんで、まあ実質ボヘミアンペイントアルゴみたいな効果なんですよ、このあのハヤブサ斬りに使えそうなこの名前読めないこのバフ。まあただねあのボヘミアンとの違いはやっぱボヘミアンは広範囲全体攻撃ボヘミアンペイントアルゴっていうスキルがあるんですけど、まあそれはねモブ狩りがしやすいんですけど、これは全体攻撃のジャッジメント系なんで、まあそういう点でかなり差別化できるかなと思いますし、まあボヘミアンは覚醒効果がね非戦で攻撃力上がるやつなんですけど、こちらのね防衛戦エイルは噴光って言って回復の覚醒効果なんで、まあ、残り HP 割合がね高いほど強いオノモットの素材とね相性がいいので、まあ、これ結構使いやすいんじゃないかと思います。まあ、白もねこういう風にいろんなねいいスキルいっぱい入ってるんで、始めたての人にはすごくいいんじゃないかなって思いますね。あの確定枠132枚のうちこれだけねいいスキルがあるので、まあ、ただ、まあ、いいスキル率的にはそうだな、でもこうの方こっちの方をなんか評価していくとあまりにも種類が多くて、あこれもまるでいいやみたいな感じで、
丸を結構ね、多めっていうか甘めに評価してる。もう本当にね、始めたての人からしたら三角って言えるんじゃないかみたいな、デバフ効果しかないやつとか、そういうのもね、丸にしてることもあったりして、まあ、結構甘めに評価してるんで、そう考えると、まあ、白の方が、まあ、いいスキル率は高いんじゃないかなって思いますね、始めたての人にとっては。まあ、そういう点で、本当に始めたての人からしたら、紅白どっちかって聞かれたら、まあ、白の方がおすすめするって言いたいところですね。まあ、紅の方もね、覚醒パワーライズ4入ってるんですけど、まあ、4枚とかだったかな。まあ、なんかほぼほぼ当たる可能性低いみたいな感じだから、まずね、狙って引くようなものではないと思うので、まあ、出たらラッキーくらいで引くと思うんで、まあ、始めたて、本当に始めたてだったら白の方がおすすめかなという感じではありますけれども。まあ、他にもね、やっぱね、いいスキルいっぱいあるんで、まあ、詳しくはね、こういうね、この収録スキルが当たりかどうか勝手に評価してみたっていう記事をね、リンク貼っておくんで、動画説明欄とかに貼っておくんで、まあ、よかったらね、これでね、なんとなくどういうのがいいのかみたいなのを見てってもらえたら、ありがたいですけど、まあ、正直結論としては、もうどっち引いてもいい。もう、正直運ゲーなので、まあ、どっち引いてもいいスキルは出ると思うので、出ると思うというか、出ないときは出ないし、出るときは出るんで、この不沈の障壁ヒースクリフとかも白の方は入ってるし、まあ、普通に女のキャラのスキル欲しいとかだったらもうこうみたいな、もう好みでいい気はします、本当に。もうそんないいスキル率変わんないと思うんで、そもそも福袋ってなんか狙って引くものじゃなくて、本当自分の持ってる星のスキルを増やすためのものなんで、まあ、そう考えると、まあ、増えればいいやって感じで引くものなんで。で、本当にね、覚醒のパワーライズとかピンポイントで欲しいんだったら、このステップ5でね、星4確定のやつ、こうね、こういうやつをね、ピンポイントで狙っていくっていうのが、すごくいいっていうのは、まあ、ちょっと前のね、動画でやったんで、まあ、こっちの白の福袋で覚醒パワーライズ3を狙うかっていうくらいだったら、まあ、こっちで狙った方が、まあ、圧倒的に狙いやすいっていうのがあると思うんで。で、まあ今ね、開催中のオーダーちょっと減りましたね。元旦入って、元旦入ってからかな。アクセルステップアップオーダーが消えて、君と一緒ならオーダーとグランドオーダーと。で、もう一回ね、どれを優先して引くべきかっていう話をね、しますけど、まあ、覚醒パワーライズさ、持ってないなら、まあ圧倒的にね、これをね、ステップ5まで引くのがいいです。本当にね、何も持ってなかったらですよ。やはり覚醒のパワーライズさん、これも当たるといいし、まあ、ダミーズのね、片手コンないよりは全然いいと思うし、まあ、これが一番持ってない人はおすすめで、2番目には、まあ、本当に始めたてで星をない人にはなんですけど、まあ、このね、紅白ね、どっちかね、好きな方をね、引くのがおすすめで、3番目には君と一緒ならオーダーなんですけど、まあ、これはまあ、確定枠が新星41枚確定じゃないんで、まあ、本当にね、当たんないときは当たんないから、もうおすすめしにくいんですけど、まあ、これで直券もっとね、狙うんだったらね、今これが一番いいけど、今の期間ではの話ね、これが一番いいっていうのは。本当に爆死するかもしれん、全然爆死するオーダーなので、あまりおすすめはできない。本当に確実に直券もっと狙いに行くんだったら、さっき言ったような、その新星4確定ステップ5のやつで直券もっとピックアップされた時に引くっていうのがいいんで、本当にまあ、確実っていうのはないんですけど、オーダーは運ゲーなので、確率を高めていきたいんだったら、もう貯めてステップ5で来るまで待った方がいいのかなって思います。あとは、まあ、最後にこのね、1250ジェム妥協で引くんだったらこれかなって思うけど、まあ、妥協なんで、まあ、いつもね、星4確率4%なんですけど、8%になってるんで、まあ、妥協で引くかなっていうぐらいなんで、まあ、所詮は妥協なんで、出ないことも多分全然あると思うんですけど、まあ、これでね、いいスキル出たっていう人もね、全然いるので、縦傷のね、ユナバージョンのユナ傷みたいなやつもね、まあ、大体それくらいですね、どれが一番おすすめかみたいなのは。なんか、今、いい、良さげなオーダーいっぱい出てて、どれ優先して引くのがいいか分かんないみたいな人もいたので、ついでにね、答えておきました。もう最後にもう一回だけ言うけど、星をね、いっぱい持ってる人はね、被る可能性あるから、福袋はね、おすすめしないです。本当にね、俺、スキルレコードが、
415枚とか結構少ない方なんで、俺みたいな人は福袋引いていいと思うんですけど、例えば600枚とか700枚とかそれくらい持ってる人はおすすめしないです。今ね、出てるスキル全部で、まあ、900、1000枚近く、1000種類近くあると思うんですけど、まあ、415種類くらいしか持ってないんで、まあ、そういう人はね、全然引いていいと思いますけど、まあ、それでもね、やっぱ400枚くらい持ってたら全然被ることはね、いっぱいあるんですけど、俺、星をね、結構増やしてって、やっぱ解説できることをね、増やしていきたいっていうのもあるんで、まあ、引くかもしれないですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると、次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。